皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティング化おすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。グレートデーンという名前は素晴らしい犬を意味する。答えは×です。ドイツ以外の国ではグレートデーンは大きなデンマークのを意味する名前が広く使われています。グレートデーンはドイツ原産でドイツを代表する犬であり、ドイツではドイチェンドッケが正式の名称です。イギリスと並ぶ愛犬国ドイツが誇りとする犬であり、1880年のドイツで初めてスタンダードが定められた時、この名が付けられました。以上で愛犬丸抜クイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。